レッドカーペットが誇る筋肉芸人がその証明に選んだものとは、陸上自衛隊源氏屋訓練。優秀な自衛官の中でも選ばれし者だけが挑戦を許される地獄の訓練。常に戦場を想定し、強靭な肉体はもちろん、不屈の精神をも鍛え上げる陸上自衛隊最難関の訓練である。すなわちこの訓練をクリアすることができれば、本物の筋肉を十分に証明できるであろう。まず訓練前のメンバーたちに話を聞いた。まだふざけてんな。はい、どうですか。いやでもなんか自衛隊でこうなんかタレントさんが訓練するみたいなのってちょっとテレビで見たことあったりするし、実際僕もやったことあるんで。やったことはない。これありますよね。あるよね。あの陸海行きましたよ。あの海軍のカレーめっちゃうまい。あ、めっちゃうまい。海軍カレーめっちゃうまい。俺もそういうの食いたいですね。え、それ何キロカロリーぐらいでした。このために筋肉留学から緊急帰国しました。訓練のことを話すと楽しげなムードの筋肉芸人たち。この時までは誰もが楽しいロケになる、そう思っていた。しかしこの後、まさか自分たちが想像を絶する地獄を味わうことになるとは。バラエティ番組の常識など全く通用しない未知の世界。果たして筋肉芸人たちは全ての訓練をクリアし、本物の筋肉を証明することができるのか。カーペット調査隊、筋肉芸人の筋肉は本物なのか。朝7時、レンジャー訓練は朝礼から始まる。さあ今から怖いレンジャー訓練を実施する。今回教官を務めるのはレンジャー訓練で数々の優秀な成績を残してきた生え抜きの教官たち。そして筋肉芸人と一緒に5人の自衛官が参加する。統制事項について示す。返事については全てレンジャーと交渉せよ。わかった。じゃあ怖い怖い。わかった。はい、返事だ。レンジャー。レンジャー訓練における返事ははいではなく、レンジャーで答えなければならない。わかった。レンジャー。わかった。レンジャー。レンジャー。レンジャー。全員歌ってよ。おい、最後という順番的にボケるしかない。そう思った筋肉の芸人魂が裏目に出てしまった。そのせいで全員が腕立て伏せの罰を課せられてしまう。レンジャー訓練において一人のミスは全員のミス。それが連帯責任なのである。気をつけ。そうです、気をつけ。今から体力向上運動、これを実施するんだけども、まず鏡跳躍を実施する。じゃあ最初の訓練は鏡跳躍。重さ 3.5 キロの銃を担ぎ、15センチ以上の跳躍を繰り返す訓練である。鏡跳躍、よーい。じゃあヤギウマ返事は。じゃあ、10分を超えた頃、ヤギが遅れを取り始めてしまう。しかもこの訓練、教官の OK がかかるまで続けなければならないのだ。きつい。ヤギ、お前やれって。レンジャー、他の人やってんだろ、お前やれ早く。レンジャー。教官の過剰ともいえる仕事、それもレンジャー訓練では当たり前のことなのだ。え、次にドーマーシ、これを実証する。ドーマーシ、よーい。ドーマーシとは、仰向け姿勢で両足を垂直に上げ、左右に足を振り、腹筋に負荷をかける訓練。いってんじゃねえよ、やれって早く。いかんねえよ。おい、いってんだろお前。何休んねんだから。ここだ、ここ。上げろ、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 
次々と悲鳴を上げていくメンバー、加藤はもう足が上がらない。やらなくていいよ。やめてな。笑ってるやん。スタッチです。大きいやん。怖かった。あんたお前、悔しくねえんかお前。悔しいです。あんた、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 原因としての本能なのか、加藤の不用意なギャグでまたしても連帯責任を課せられてしまう。訓練はまだまだ序盤戦ではない。続いては都市格闘訓練。まずはキックミットインターバル。前蹴り回し蹴りを30秒ごとに左右の足で蹴り続ける。おっそう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 、30秒間隔で延々と続くミット打ち。鏡跳躍で疲労した両足の筋肉を容赦なくいじめ抜いていく。そして10分も過ぎた頃、足が上がらなくなってしまう。すると教官が隊員のキックを体感させることに。受け止めることすらできず、次々と吹き飛ばされていくメンバーたち。するとなぜか加藤がもう一度志願した。これがなぜ二度挑んだのかわからんまま次の訓練に。続いては防具訓練。目つぶし、金的、何度もありの自衛隊格闘術である。あまりの激しさに言葉を失う芸人たち。それでも容赦なく実戦組手が行われる。次々と倒されてしまうメンバーたち。格闘技経験のある槍でさえも秒殺。そんな中、加藤の目は死んでいなかった。気合を入れる加藤に期待が高まる。足を使い相手に的を絞らせない作戦に。しかし案の定秒殺。さらに戦いを終え面を取ったその時、どうした悔しいです。すごい動いてた。一発行ってやろうと思いまして。負けましたね。うん、負けましたね。悔しいです。そんな空気じゃなかった。タイミングは別に間違えた。間違えた。本来は勝てない。悔しいです。何回言った。5回言いました。50回やれ。50回。だて、はい、悔しいです。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 反対悔しいです言いました。ということは、ということは8回打てたてよ。あ、もう一つゼロつけろ。0.8。80回。はい、じゃあ、これですよね。レンジャー時間がないからみんなでやれ。じゃあ、レンジャー。悔しいですのせいで腕立て伏せの連帯責任、今回は自業自得なのだ。2名1組、1バディより
障害掃除処する。まだ10時だ。バディについては事前に示してる。どうよ。この武装障害走、全長400メートル、6つの障害物と150メートルダッシュを5分以内でクリアする訓練。まず最初は腕力のみでよじ登る2メートル遺壁、そして水平6目を飛び越えて深さ 1.5 メートルの飛び込み棒、体勢を低くしながら進む屈伸障害を越え150メートルをダッシュ、そして歩幅前進、最終関門運転障害を越えゴールとなる。タイムは全員が終わってから発表される。ガリ中島以外のメンバーはなんとかゴール。しかし、最後の障害を失敗、ペナルティーを重ねてしまう。無情にも時間が過ぎていく。限界決めろ、限界を。おいよ、なってがり。スポーツジムで鍛え上げた体もここでは通用しない。なんとかゴールするガリ。結果は、結果を発表する。レンジャー中島合格、相当なものを合格。じゃあ、お前ら全員で合格する気はないのか。再度受賞。ガリのミスは全員のミス。全員がクリアできるまで終わらない。過酷極まる武装障害者は2周目に突入する。スタート。突然の激しい雨の中、次々とスタートするメンバー。残りの筋力を絞り出し障害をクリアしていく。全員でゴールしてやる。2周目とは思えない気迫で次々とゴールするメンバー。果たして全員時間内にクリアできるのか。ランジャー。しかし、水筒を落としてしまったガリ。戻ってこい。早く来い。なんと教官に呼び戻されてしまう。大幅なタイムロス。所持品を紛失するなど絶対に許されないのだ。先にゴールしたメンバーもガリの姿を待つ。そしてなんとか最後の障害までやってきたガリ。仲間の応援に気力を振り絞るガリ。そして、最後の障害を突破、目標タイムはクリアできているのか。合格を発表する。最後にあれもいい。あー、切れないぞ。全員合格するまで終わらない武装障害数の2周目。水筒を落とすなどミスを犯し、また遅れを取るガリ。最後の障害を突破、目標タイムはクリアできているのか。合格を発表する。中島、この時全員合格。3周目。これ以上やってもクリアはできない。そう判断した教官からまたも全員に罰が課せられる。おい、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 なんで1名が落ちるんだよ。あ、これ止めろ。極限状態での腕立て伏せ、残りわずかになった体力はさらに奪われていく。どうだ、後ろ、待てろ。おでん、5分後、動物の位置ですよ。現在より5分休憩する。教官から離れ、ここに来て初めての休憩。しかし、精神と肉体が限界を超え、最悪の状況に。じゃあマジさ、ちょっと頑張れよ、お前。みんな頑張ってんだからさ。最後にあれねえよ。障害。障害だってないでしょ。水筒を落として遅れたガリのことを知らない少女は怒りをあらわにしてしまう。メンバーたちも苛立ちが募る。それもそのはず、もう限界なのだ。サボってたわけじゃないでしょ。いやでもガリさん、サボってたわけじゃないかもしれないですけど、みんな頑張ってるんですよ。そう、わかるよ、お前も頑張ってるし。少女とワッキーに亀裂が入ってしまう。全員が心にしこりを残したまま次の訓練を迎える。続いての訓練は綱投降。長さ4メートルの綱を腕力だけで登っていく。上腕筋に最も負荷がかかる訓練。
まずはワッキーの挑戦。これでも無理だ。これが本物の筋肉だ。そう言わんとばかり自衛官より先にクリア。そんな中ヤギは、伸びきって上がんねえだろ。上がれっか。レンジャー、よし、降りろ。上まで行けずリタイアしてしまう。クリアできないものは再度実施される。うわー、つらい。上がれっと。レンジャー、ダメ。やはり2度目もリタイア。すると代わりにできるやついるか。レンジャー、レンジャー、どうやっか。レンジャー、レンジャー、顔は。顔。寝ちゃう。仲間を思う気持ちが全員の手を挙げさせた。そして。いいか。全員が全員完璧じゃない。一人の弱点を全員で補う。寝ちゃう。仲間割れなんかしてる場合じゃない。共感の思いが心に響いた。気持ちが一つになりかけたメンバー。しかしその思いを引き裂くかのような最難関の訓練に突入する。10マイル武装走、16キロの山道を銃を持ったまま走り続け、休憩はもちろん給水も許されない。自衛官でさえ音を上げる過酷極まりない訓練。全員が腹の底から大声を出し連帯感を高めていく。すると自衛隊員からこんな掛け声が。仲間の、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 ために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 気持ちよ、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 一つ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 自衛隊、自衛隊、自衛隊、自衛隊。仲間割れでバラバラになった気持ちを一つにしたい。隊員の気持ちがワッキーと庄司をはじめ全員に響いていく。しかしまとまり始めた全員の気持ちをかき消すかのごとく、天満流武装が本当の怖さを見せ始める。全ての芸能人よ、てっぺんを勝ち取れ。芸能界特異王決定戦てっぺん、火曜夜7時。夢はあるから頑張れた。今次の成長を夢見る。2011進化計画オープンキャンパス開催、広島国際大学。はい、お疲れ。いやー、よくやった。やっぱり男はお前ぐらい強くなきゃ。グッドプル 7% 糖質オフで朝日ストロングオフキャンペーン中。レンジャー訓練で最も過酷といわれる10マイル武装走。筋肉芸人の心が折れそうになった時、自衛隊員からこんな掛け声が。仲間の、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 ために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 気持ちよ、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 一つ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 自衛隊、自衛隊、自衛隊。仲間割れでバラバラになった気持ちを一つにしたい。隊員の気持ちがワッキーと庄司をはじめ全員に響いていく。しかしまとまり始めた全員の気持ちをかき消すかのごとく、天満流武装が本当の怖さを見せ始める。この天満流武装長官の警笛で全速力ラッシュを繰り返さなければならない。疲弊した全員の体力をさらに奪っていく。永遠に続くのかと思うほどの長い道のりを水も飲めず、ただひたすら前へ進む。いつ気を失ってもおかしくない、そんな極限の状況に全員が気持ちをまとめて向かっていく。最後、最後、ゴール、ゴール、全員、全員、一緒に、一緒に、するぞ、するぞ、全員で一緒にゴールする。いつからか自然にそんな言葉を叫ぶレンジャーたち。しかし、気持ちはそんなもんか。全員を嘲笑うかのごとく鳴り響く鬼教官たちの警笛、そして全速力ダッシュの地獄。あまりの激しさに体力は底をつき、気力のみで食らいついていく筋肉芸人たち。
いつ心が折れてもおかしくない。その時、僕も無理です。無理じゃないんだよ。無理です。待て。待て。無理です。待て。無理です。待て。待て。待てって。早く出てけ。何だよ。お前の気なしは。前に出てけみんな。黙ってたのか。おいしいのよ。走れるんだよ。みんなのために走るんだよ、お前は。みんなのために走る。教官のその言葉で何とか走り出す加藤。異変に気づき全員も加藤のもとへ。全員でクリアしなければ意味がない。気づいたら自分のことより加藤をフォローする。本当のレンジャーの姿がそこにはあった。そして天満力早々もクライマックスを迎える。ゴール目前、教官から最後の警笛。すると最後に力尽きてしまったが、またしても足手まといになってしまうのか。悪いイメージが頭に浮かぶ。しかしラスト、ラスト、じゃあ頑張れよ。やれ、頑張れ、やれ、みんなでゴールするぜ。はい、行くぜ。あとちょっと、最後まで、最後まで行くぞ。大丈夫、大丈夫、全部出して、全部出して、大丈夫、やれ、少年、行くぞ。はい、筋肉芸人の筋肉は本物なのか。それを証明するために始まったレンジャー訓練。しかしこの過酷な訓練を通し、筋肉芸人たちは本物の筋肉以上の何かを証明できたのではないだろうか。全員が全員完璧じゃない。それはお笑いにも置き換えられること。みんな頑張って、芸人として一人のために自分ができることを考え実行し笑い合える。ゴールという最高のオチは全員が一つになって迎えるものなのだ。最後、じゃあ、やじゃあ、じゃあ、ガリ頑張れ、頑張れ、上向け、上よ、今日一日レンジャー科目のねご苦労さん、君たちの筋肉が使える筋肉であるかどうかについては君たち自身がよく知っていると思う。今回の経験を糧に事後引き続き頑張ってもらいたい。レンジャー、レンジャー、本当によくやった。しかしもし芸人を辞めることになった場合については、いつでも重大に入隊をしてもらいたい。加藤、レンジャー、入隊休憩あるか。あるだし。ただ何だ、お前の下にだけはつきたくないです。裏返せ、おい、おい、反省してくれたわ。レンジャー、レンジャー、レンジャー、感動して、いや、俺超もう泣けそうやったのに、もう出ろっていう時に毎回かと最後のね、テンマイルソンの時は本当ね、いや、あれもう本当死ぬかと思ったんですよ。いや、まあそうだね、普通の舞台じゃないんで合わせてくれないんですよね、こっちには一切。
こっちがふざけても本当マジで返されるんで、もう何も許されないですね。そうだって筋肉最初にレンジャーってやってから全然出てこなくなったじゃん。でもあの格闘技のあれは初めて見ましたレンジャー舞台の。あんなロケ見たことあります？芸人が下になったら上からパンチドーン。あの50回腕立て伏せって言われてるのに、はい、50回悔しいですよ、そんなわけないじゃないですか流れを組んで怖かったもん。ゼロつけろで 0.8 の時にあれみたいな、あの人が一番怖いんですよ。粘着台の中でも死神って呼ばれてる人、石神さんです。石神をもじってレンジャー舞台、レンジャージョーク笑えないですね。ラストのね、あの斉藤君のあの上官に対するあれがすごく良かったですよね。もうこれでロケ終わりやから最後言うてください。優待する気はあるのかって言ってきたんで、あるわけないやろって言ったんですよ。終わった後にスポーツドリンクもらったんですよ、あの方。でさっき僕いびってた教官も、終わったらめちゃくちゃいい人だったんですよ。ちょっとやっぱその演出というか鍛えるために怖いふりをやってる時はもう絶対鬼にならなダメなんですよね。最終的にサイン色紙こんくらい持ってきました。なるほど、訓練が終わればみんな応援してくれてるわけやね。いい子たち。武田さんもやっぱり現役時代はやっぱアスリートとしてやってきたじゃないですか、はい、いかがでしたよ訓練見たら。チームワークを見てると、はい、ワールドカップで PK を外した駒野選手にこう語り寄ってる、ああいうチームワークと一緒だなっていうのが、はい、ありがとうございます。南アフリカと同じにしてるさあということで筋肉芸人の皆さん本当にありがとうございました。さあそれでは高橋さん、はい、早速ランキングの方に戻りましょうか。今田さん、その前に私はちょっとトイレの方に、はい、ちょっと本番中ですよ、すいません、失礼します。ちょっとなるほど、ちょっとね、トイレに行ったでごわすよ。あ、大人の事情でございますね。しかもお台場じゃなくて渋谷のトイレに行ったでごわす。まだ戻ってきますので、高橋さん渋谷のトイレ行って終わったら戻ってきてください。それでは次のランキングに参りましょう。 VTR どうぞ。チーム高橋が選んだ100年後に残したいネタベスト30、20位。